第二次世界大戦時、ナチスドイツの大西洋の壁計画の一部として、カレー近くに設置されたチェコのハリネズミ。冷戦時、ベルリンの壁近くの鉄道沿いに設置されたチェコのハリネズミ。チェコのハリネズミとは、第二次世界大戦頃に開発された防御用対戦車障害物である。通常、L 型項、または H 型項を組み合わせて作られ、 その形状から爆発等で転がったとしても、障害物としての価値を損なわないという特徴がある。戦車などの進行を効果的に阻害するものの、機械化不評などに対しては、限定的な効果しかもたらさない。第二次世界大戦直前のチェコスロバキアでは、対毒国境に、チェコスロバキア国境要塞線として知られる、大規模な要塞線の構築を行っていた。 この要塞線に用いられた障害物がチェコのハリネズミの起源とされている。なお、この要塞線は完成を待たぬまま1938年のミュンヘン階段とズデーテン地方の割動を迎え、ドイツ側へ譲渡された。第二次世界大戦中のソビエト連邦でもチェコのハリネズミが広く使用された。通常は手頃な鉱材を組み合わせて作成されたが、 時には鉄道線路の枕木などの木材を用いる場合もあった。市街線では少数の配置で道路を完全に封鎖できるチェコのハリネズミは特に有効な障害物と捉えられていた。戦線各地で使用されたため、ソ連邦においてチェコのハリネズミは防衛そのものの象徴となり、1966年に M10 幹線道路に設置されたモスクワ防衛隊の 慰霊碑の周囲には3つの巨大なチェコのハリネズミが設置されている。ドイツでは大西洋の壁計画に基づく要塞構築で広く用いられ、ノルマンディ上陸作戦などの写真でもこれらを確認できる。オリジナルのチェコのハリネズミは少なくとも60トンの力に耐えられる材質で高さは概ね点四メートルとされていた。しかし、急増の対戦車障害物として 前線で作成されたチェコのハリネズミでは、こうした企画は必ずしも重視されなかった。チェコのハリネズミは、高級的な設置を前提としておらず、その大きさや重量は、運搬が可能であることが好ましいとされた。また、戦車によって踏み越えられることを避けるため、高さは戦車の車体底面から地面までの最低地上高よりも高いことが求められた。 工場生産型のチェコのハリネズミは3本の L 型項、板金、リベット、ボルト、あるいは溶接などの手段で固定したものである。各傾向は他の2本と直角を形成するように、すなわち8面体の軸と同様に配置されている。通常は2本の片項のみ固定した状態で工場から出荷され、3本目の片項は現場で固定された。 それぞれの片方には地面に沈み込ませないための正方形の足と有刺鉄線を取り付けるための切り欠きがあった。ノルマンディ上陸後、連合軍では池垣を突破するための機材として解体したチェコのハリネズミの蛍光から加工した刃を M4、中戦車や M5 系戦車の正面に取り付けた。この刃を取り付けた戦車はライノタンクと呼ばれた。ありがとうございます。